はい、皆さんこんにちは、ゆうひとトニーです。今日はクロスフィットだけじゃなくて、いろんなトレーニングの中でやっぱり一番基本ですね、みんなよくやる、いろんなニュースとかでもこれだけはやりましょうって言って、言われる運動エクササイズの一つであるスクワットですね。これについてちょっと簡単に説明、それから特にクロスフィットやってる人でもう少しここやったら良くなるのになっていうエラーを一個だけね説明していきたいと思います。まずスクワットなんですけど、簡単に言うと、日常生活で言えば椅子に座って立つ、こういう動作になります。それをしっかりエクササイズでやると、どうなるかというと、足幅ね、肩幅ぐらいに開いてもらって、でつま先は15度から30度ぐらいに開きますと。で、しっかり大きく胸張って、最初ですね、動き出し少し股関節、お尻をちょっと引いてあげて、しっかり股関節曲げてから上半身固めて、まっすぐお尻を下に落としていきます。でその時膝はつま先と同じ方向向くように、で胸しっかり張っておきます。で一番下まで降りていったら、そのまままっすぐ上がってくるという、こんな動作になります。意外にできてるようでできてない人がいっぱいいて、なんかスクワットのよくある間違いとかだと、例えば動くときに膝からこういっちゃうね、お尻が全然使えてないスクワットする人とか、逆に今度はお尻ばっか引いちゃってすごい体が倒れちゃう、こんなスクワットする人もいます。上体はしっかり胸張って、でお尻からちょっと動かし始めて、お尻をまっすぐ下に落とすという感じにしてもらうと、綺麗にスクワットができていきます。膝を出しちゃうと危険とかいう通説もあったんですけど、全然膝出しても問題ありません。ここからしっかり重心、足の真ん中に置いてまっすぐ落ちていけば、多少膝出ますし、でもその方が綺麗なスクワットできるので、こんな感じでいきましょう。ここから少し、実際トレーニングの中で見られるちょっとなんかもったいない点というところを見ていきます。クロスフィットって高回数の動作が多いんで、そうするとみんな早くやろうとして、よく見られるのが素早くしゃがもうとしすぎて、ここでぐちゃっと潰れて、こんな感じですね。この辺お尻周りの緊張が抜けちゃって、こんな感じになってます。ちょっと猫背になったりとか、骨盤がぐっとね後傾しちゃったりして、で確かにこの方が素早くしゃがめるし、このなんかバイーンって感じで、下からゴムみたいにバーンと戻ってこれるような気がするんですけど、これをあんまりやってるとやっぱ腰回りに良くないし、しっかりやっぱ動作をコントロールできてないので、やっぱりあんまり良くない。そして意外と力入ってこないので、まずそんな人は一回チェックしてもらうといいですね。こうしっかりコントロールして下ろしてた時に、どのぐらい深くいってもしっかりと胸張って、しっかり背骨まっすぐ、こんな姿勢が取れてるか。やっぱ人によって体硬い人がどっかまで行くと、こうぐーっとね、こう丸くなっちゃうんですよ。そういう人がここまで無理にやると、やっぱこういう悪い姿勢になっちゃうので、そういう人は一度こうチェックして、ゆっくり降りていって、どこまでしゃがめるかなっていうところまでチェックします。でその上で、例えばメイセンボール持ってますけど、こうウォールボールって動作ありますね。そういう時も自分が綺麗にしゃがめる位置までしゃがめばいいです。で投げてもらうといいですね。クロスフィットやってると、レップじゃないっていうのがあって、膝よりねお尻がしっかり下がってないとダメですっていうのがあるんですけど、逆に言うとここまで下がってばいいので、ここからさらに頑張ってここまで行っちゃうと、やっぱ姿勢が崩れて力出ないっていうと結構見ます。なのでここからお尻が下がるとしっかり下げて、あとはそのまま落ち返すっていう感じにすると、下で姿勢も汚くならないし、怪我もしない、力も外に逃げないので、より良いスクワット、それからスクワットに関連するのはこういうウォールボール、もしくはスラスターですね。この動作もより効率的に、綺麗に、安全にできるようになるかなと思います。これからね、スクワットをもう一回やるときにちょっと見直してもらって、ベースのスクワットのフォーム、プラス自分がどのぐらいの深さまで綺麗にスクワットができるかというところを、見てもらうと、よりスクワットが上達して、それが日常の生活にも生きて、もっと快適な生活が送れると思います。スクワット、本当に人間の中で一番大事なエクササイズ、運動だと思うので、ぜひブラッシュアップしてやっていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ゆうひと、トニーでした。